先ほどテイクトックで総務分教員会を見たのですが、YouTube 配信非公開だからなのか、足田工事理事長は公平性に書いていました。そして、石丸市長に偉そうに言うなっておっしゃっていましたが、議長ですよね。大丈夫ですかね。そして、石丸市長からは山本和弘議員の質問がよくわからないので、足田工事議長に説明を求めていましたね。 頭工事議長は、質問をまとめられなかったというか、石丸市長の言葉が理解できていませんでしたね。それから、命の危険を感じているとおっしゃっていた山本和弘議員はとても大げな態度で元気そうでしたね。もっと憔悴しているのかと思って心配していましたよ。山本和弘議員の質問は、石丸市長の説明が抽象的すぎてわからない。でしたね。石丸市長の説明は配布資料に書いてあります。でしたね。それでも、 山本和弘議員はわからないから説明をしてくださいという感じが、ボケと突っ込みっぽかったんですよ。そもそも議論のテーマは5年前にいい加減に決めてきたつけですよね。石丸市長と南沢議員と田辺議員の5年前は市議会にいなかったんですよね。他の議員は皆さん5年前から市議会に行って決定してきた案件ですよね。 見かねた田辺議員が噛み砕いて分かりやすいように締まる主張に質問しつつ話をまとめるところが職人技でしたね。もっと田辺議員は発言して議会に時間のかかる議員たちに分かりやすく話をまとめて聞かせてあげると議会はもっと早いテンポで進むと感じたのは私だけでしょうか。